時は幕末、新政府軍の江戸総攻撃を前にやってきたのは勝海舟さんですよね。江戸抜け使い所、幕末へやってきた高校教師と生徒たち。私たちは未来から来たんです。死闘からからも平らにしない。薩長軍は着々と江戸に向かっております。かかれ。江戸の戦はいたさぬと申すのか。はい。それで歴史が変わっちゃったってこと？もしかして未来から来た人間が何か影響を及ぼしてるんじゃ。徳川のためには戦をするしかないのじゃ。予定通り江戸を攻撃じゃ。薩長軍が攻めてきたら江戸に火を放ってほしい。元のままの時代に戻れるかどうかは勝さんに関わってるんです。俺、果たして江戸の未来と彼らの運命は。おめえらの未来は必ず俺が守る。幕末高校生、どこの問題。おー